登録決定を受けて地元では喜びの声が上がりました。世界遺産登録正式決定の一報が入ってきました。3度目の正直、まさに待ちに待った瞬間です。国立西洋美術館がある東京台東区では服部区長や文化庁の宮田長官ら関係者が集まり、決定の瞬間は手を取り合って喜びました。今回のこの世界遺産登録とはそういう本当にこう一つになって、運動を積み上げてきたという結果だったと思いますけれども、よかったですね。一旦なんか先延ばしになるって聞いたんで今日国立西洋美術館は開館時間を延長し、午前9時半から午後8時まで鑑賞できます。